匂いを報道するので精一杯っぽい。下水道にゾンビが出るらしいよ。マンハッタンは吸血鬼だ。ほら、前よりもたくさんな。緑の空が広がっている。みんな噂話に惑わされるな。キャップ、悪いけどただの噂じゃない。スパイダーセンスがずっと反応しっぱなしだ。あのサンクタムを失ってからあれほど守れと言ったわけが分かったろう。サンクタムはこの世界を守るオゾン層のようなものだ。崩壊や爆発などしようものなら穴が開いてしまう。しかも入り込んでくるのは紫外線じゃなくて悪魔よ。それも大量にね。偽りの神々の神殿は崩れ、子供たちは彼の光に包まれる。へえ、どのアルバムの曲だ。予言よ。暗黒神クトンが復活しようとしてる。その暗黒神クトンっていうのは南西部で牧場をやってたりしない？向こうに怪しい動きがたくさんあるの。話した方が良さそうだな。何を？サーカスだ。ジョニー・ブレイズのクエンティン・カーニバル。マジかよ。そのジョニー・ブレイズって誰？伝説の男だ。有名なスタントライダーで復讐の精霊、そして力の予備士を守る者。ダークホールドの最後のページ、母が予言を成就させクトンを解放するために必要としてる。どうして今までそのことを黙ってたんだ。わかるよその気持ち。秘密のガーディアンの務めは秘密を守ることだからな。おお。だがこの様子だと秘密などもうとっくに。ああ、結界が消えたせいで敵はページの在りかを知ったに違いない。リリスはどんな化け物を送り込んでいるか分からんぞ。なんてこと、サンクタムは要所なのに。ストレンジとトニーは本部喪失被害者の会を発足できるな。アガサがいない大聖院は火が消えたようだわ。あの鐘を覚えてる？幼い頃のあなたを塔に登らせないようにするのは一苦労だった。何かと理由をつけては鐘を鳴らそうとしていたもんね。紐を切ってしまおうかとも思った。知らなかったでしょ。またクエンティン・カーニバルだ。カーニバルを楽しむ時間があるなんて文句。今のところブレイズは力の陽皮紙をうまく守る。でも彼一人じゃリリスの総攻撃には耐える。ならどう？死んだはずだろう、ジョニー。そういうことにしてる。
ここで何してるか聞きたいとこだが、その前に思い切り撃っちまったな。伝説のジョニー・ブレイズ、あなたの噂は聞いたか。お前のせいだぞ。ママと遊んでな。俺はもう行く。ママだと。長い話よ。自力で脱出できることを願うばかりね。こっちは大きな問題と直面することになる。あれはネットマザーと呼ばれる存在よ。彼女が召喚する祭壇を破壊したら面倒なことになるわ。でかい女と石ころコレクションをぶっ壊すんだ。イリスがあいつを通して話しかけてきたから、化け物を憐れんだりする必要はないわよ。一緒に来て。チャンスは十分ある。まだ私にご就寝よ。休みだ。お気に入りがやられるところを見たらリリスは怒るでしょうね。抵抗しても無駄だ。予言は必ず実現する。かもな。だが今日じゃない。そう祈ろう。豆鉄砲がないと大したことないな。
楽しませてもらうぜ。こっちのセリフだ。どうして会うために無細工になるんだ。そっちは小さくなった。よせ、俺のことはいい、バカが。おい、今度こそ逃がさんぞ、クリード。そっくりそのまま返すぜ。お前ら全員が。またあまりチャンスだ。顔をどうにかしてもらえなかったのは残念だった。しなけてもそんな軽くしを叩ける、楽しみだぜ。一度殺した相手だ。殺してやるぞ。私が有利になったわ。したことは決して許されない。必ず償わせる。ザコが大口を叩きやろう。アザーは俺が消えるのを許さない。
明らかな人選ミスだな。少しは残しておいて。敵はまだ集中力を失ってない。みんな綺麗顔をして死んでったぞ。素敵なカーニマンのファミリーナイト。そいつらの恐怖が口いっぱいに広がる感じさえした。お願い、彼を黙らせてくれないかしら。ええだ。俺が回復できなくてもマザーがしてくれ。ほら受け取れ。もらえるものはもらっとく。どんな手を使ってもやりたい。俺の口をもうマザーが取り除いてくれ。私に向かってくる。彼は母にとって理想の手下だ。彼女に出会う前から魂が真っ黒だったんだろう。ああ、確かにセーバートゥースは一級品のゴミ野郎だぜ。彼は倒れたわ。でもまだ安心できない。同じ手には二度も引っかからないから。そうだろうな。いい加減に落ち着けよ。あいつも相当応えてる。できることはしたわ。傷つけることしかできない奴の言うことだ。ミッドナイトサンを止めなければ世界中がさらに血を流すことになるのよ。ああ、
それには関係ない。ふざけた予言なんぞ忘れろ。俺はそうすることにする。追わなくていいの？いい。奴は聞いていなかったようだが。俺は違う。先を続けろ。回避できたはずの悲劇だ。あんたが正直に話していればね。息ぴったりだな。いつの間に仲良くなったんだ。話をそらすな。復讐の精霊はずっと力の与秘師の秘密の守護者だったの。守護者？まさか今頃トイレットペーパー代わりにしてるよ。そんなお上品なことしないさ。私たちはやるべきことをやっただけ。その秘密のおかげで与秘師は守られてきた。何を犠牲にしてた？秘密を抱えてちゃ今回は勝てない。マジックの言う通りだ。リリスがこれ以上人々を虐殺するのを止めるためにも、お互いに秘密はよそう。もう何もないわ、キャプテン。信じられればよかったが。私も。ならこれ以上この会話を続けてもしょうがないわ。